3月15日格闘技の聖地は異様な緊張感に包まれていた。世界最強のムエタイ王者に日本人キックボクサーが挑むタイトルマッチ。節目というかここで人生が変わるんじゃないかなっていう。ムエタイの真似して勝つんじゃなくて日本のキックボクシングとして戦って勝つので。兄弟で歩んできた格闘技人生の全てをかけて。絶対勝てよ。難攻不落の王座を狙う歴史的挑戦。いけるいけるいける、そうよ、いけ、倒す倒す。死闘の果てに男は何を見たのか。タイトルマッチの一月前、キックボクシング世界王者江畑睦希は朝練習に向かう前のいつもと変わらぬ時間を過ごしていた。やっぱ試合までもう1ヶ月だからちょっとずつもう、はい、そうですね、もう朝と夜はすごい気をつけてますね。お昼は結構動くので炭水化物を多めに取ったりとか、うん、あんまり気にせずに食べてるんですけど、うん、朝と夜はもう調整しながら。ジムまで片道30分、いつものように走って向かう。16歳の時、双子の弟ルイと共にプロデビュー。圧倒的なスピードと軽量級離れしたパワーで KO の山を築いてきた。日本王座に続き去年4月には世界タイトルも獲得。しかしキックボクサーとして目指すゴールは他にあった。やっと日本チャンピオンになれた、あ、じゃあ世界を目指そう、じゃあ世界を取りました。でもまだ上があるっていうのがこのラジャのベルトで、このベルトを取るために2人で頑張ってきていたので。江畑兄弟をはじめ世界中のキックボクサーが目指す本当の頂点、それこそが500年の歴史を誇るタイの国技ムエタイ。首都バンコクにある最高峰の舞台、ラジャダムナンスタジアム。幼い頃から戦い続ける強者たちがギャンブルの対象となりながら弱肉強食の戦いを日々繰り広げている。江畑が狙うムエタイバンタム級王座はこれまで国外に流出したことがないタイの至宝。今回のタイトルマッチについて格闘技記者はこのように語る。タイにおいてはフェザーよりも下の方がレベルが高い、もう本当に強がひしめてるんですね。かつて外国人選手はもうチャンピオンになれない、ランキングに入ることさえ難しいと、もう神の階級と言われるぐらい層が厚く、もう難攻不落。今回江畑選手がタイトルを奪取すれば、ムエタイの500年の歴史の中でもう初めてのこと。ムエタイを倒さない限り真の王者とは言えない。弟ルイとの二人三脚で挑む今回のタイトルマッチ。対戦相手の王者ポンペイとは大きな借りのある因縁の敵だった。一昨年9月、当時空位となっていたムエタイ王座を争い激突。序盤から得意の肘打ちでダメージを与え試合を優位に進めた。しかし中盤からフォンペイトが反撃。相手に組みつき膝蹴りを見舞う首相撲というテクニックで試合の流れを支配していった。手による攻撃よりも足による攻撃が有効とされるムエタイの判定基準もあり、江畑は惜しくも敗戦。ベルトはフォンペイトの元へと渡った。
直後の試合で別階級の王座に挑んだ弟ルイも、兄の敗戦を引きずるかのようにあばらを折られての KO 負け。兄弟揃って忘れがたい屈辱を味わった。あれから1年半、兄ムツキに再び訪れたムエタイ王座挑戦のチャンス。試合まで3週間、言語担ぎ必ず訪れるというレストランで兄弟2人の決起集会。大体始まる前にこういう大好きなものを食べに行くと、ルーティンなことができたりして、ここに来てオムライスで最後の晩餐このチャンスをしっかり取って、で次にまた弟にこれこの勝ちでバトンタッチできたら、今のこの苦い思いっていうのが消えるんじゃないかなと思ってます、必死にサポートして勝ってもらって、で次は僕が2人で取って、まあ、ちっちゃい頃からね2人で言ってた2人でベルトを巻くっていう夢を最後の最後までこう叶えていきたいな。江端兄弟が雪辱を誓う一方、灼熱のバンコクでは王者フォン・ペイトがその獰猛な牙を磨いていた。繰り返していたのは最大の武器である首相撲。膝でダメージを与え相手のスタミナを消耗させていく、まさにアリ地獄。ครั้งนี้เป็นการป้องกันแชมป์ก็กติกาแบบมวยไทยของลุมพินีราชดำเนินด้วยครับมันก็เอาความแข็งแรงกติกามวยไทยทุกอย่างครับ最強の王者を一体どのように攻略するのか。江端が出稽古に来たのは、多くの世界王者を輩出してきたボクシングの名門渡辺ジム。ここである武器を試すスパーリングを行った。序盤は相手に押されるも、徐々に間合いをつかみ、相手の腹部を狙うボディーブロー。このパンチこそが対ポンペイト用に磨いてきた武器だった。接近戦を得意とするムエタイ選手、それに対し間合いを十分に取らなくても打つことができるボディーブロー。ポンペイトに敗れた後、この武器で強豪体重を次々と KO。 確かな手応えをつかんでいた。ガード上げさせてって、最後にその僕が描いてる肘からボディっていう攻撃を完璧に決まれば、絶対にそこで僕は勝てると思ってるので、そのタイミングをどこで出すか。首相撲に対抗するためのボディブロー、ムエタイ王座ダッシュへの切り札となる。うちに立つからそういうね目標であったし、もう今芸術ですよ、やってくれると思いますよ。準備は整った。いざ神の領域へ。ムエタイ王者に対し、キック世界王者である江端は自らのベルトもかけ退路を断った。そしてついに迎えた決戦の日。負けてみて初めて気づいたところがあるので、今まではずっと勝ってきて慣れちゃった、ものすごいなんか大きい節目というか、ここで人生が変わるんじゃないかなっていう試合じゃないかなって思ってます。キックボクサー
江畑睦希。格闘技人生をかけ500年の歴史に挑む。500年の歴史に挑む孤高なる戦い。レフェリー、ジャッジは全てタイ人。公式ルールにのっとって行われるムエタイのタイトルマッチ。見えるでしょ、うん、いつも通り、いつも通り。双子の弟、ルイをセコンドにつけ、江畑睦希の挑戦がいよいよ始まる。今ゴングが鳴りました。挑戦者江畑、左のローキック、今度は右のローキック、距離を詰めてボディー、来ました、ボディー。この日のために磨いた武器、ボディーブローが炸裂。さらに左のミドルかわしました江畑、左右のコンビネーション、ボディーを狙います。ポンペイトの蹴り足を捉えて右のストレート、距離を詰めてボディー、効いているか。さあナイス、江畑が前に出ていきます。ここで第1ラウンド終了のゴング。お前ボディ大胆するの分かって、分かる、あれからずっと5ラウンドもあのボディもらってて、相手焦るから、そしたらお前はどうするか。そうで、別に体力勝負、お前別に勝てるから。まずは狙い通りの展開、試合の主導権を握り次のラウンドに臨む。勢いに乗りパンチで攻め込む江畑。しかし王者フォンペイトも堅いディフェンスで決定打を許さず、逆にカウンターのパンチをヒットさせる。そして第3ラウンド、ついにフォンペイトが得意の首相撲で流れを変えに来る。首ついていくフォンペイト、膝を狙ってきます。また組んできた、フォンペイトの膝かわした江畑。チャンピオンの前蹴り、コーナーに詰めてくる、左のハイ、コーナーに詰めてくる、左のハイ、これは強烈。江畑も前に詰めていくが、また首相撲に捕まります。ポンペイト右の膝。これがムエタイ王者の底力か。注意しろよ、大きく息吸って、鼻から吸おう、鼻から呼吸器吸え、そう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 、そう、もっといい、はい、もっといいよ。第4ラウンドゴングが鳴った。左右のコンビネーション、江畑パンチでいきます。ポンペイトはキックで距離を取ってきます。前蹴り、ハイキック、顔面かすめます。江畑のボディ入った、効いた、江畑のボディ効いている。あとはコンクラブ、あとはコンクラブだよ、ムツキ。攻めていきたい江畑、また捕まる。ポンペイトの強烈な膝、また来ます。前蹴り返していきたい江畑、ポンペイトが倒してきます。すぐ立ち上がった江畑、前に出る。ここで第4ラウンド終了、江畑は両手を上げます。運命の一戦は最終ラウンドへともつれ込んだ。お前より相手の方が嫌がってんだ。あとはコンクラベだろ。そう。どんだけ待っても来たらよしって行くんだろ。そう。あと3分しかないんだよ、お前。分かってる？オッケー。分かる？そう。倒しに行けよ。はい。倒しに行けよ。悲願の王座。残された1ラウンドに全てをかける。立った、そう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 。もう一回あげる？もう一回あげる？オッケー？いける？オッケー。やれ。絶対勝てよ。絶対勝てよ。さあ、勝負がかかる最終ラウンド。今ゴングが鳴りました。左右のコンビネーション、倒しに行けるか。江畑前蹴りで距離を取る。チャンピオン江畑が前に出る。パンチで行きます。コンペイトもキックで距離を取ってきます。前蹴り、江畑ダウンを取りに行きますが、ここでチャンピオンの左の膝、コンペイトがまたしても組みついてくる。ラスト1分、ムツキ、もう最後だよ。
残り試合時間が少なくなってきました。左右のパンチからダウンを狙う江畑、チャンピオンの前蹴り、首相撲から膝が来る。江畑は距離を取って得意のパンチでダウンを狙いたい。コンペイトーは組みついて江畑に距離を与えない。江畑なんとか倒しに行きたい。コンペイトー組みついての膝、首相撲からの膝で江畑を苦しめます。助けますのルッキー、30秒さあ江畑行くしかない。コンペイトの首相撲で今日は苦しめられています。江畑倒せるか。左のハイキック狙った、そして左右のパンチ、ラッシュをかけた江畑倒せるか。左右のパンチ効いた、入った、効いている、効いているぞ。倒せるか江畑、首相撲からの右の膝、コンペイトも粘る。江畑も倒せるか。ここで試合終了のゴング、ドランドを戦い抜きました。勝負は判定に持ち込まれます。いいぞ、胸あるよ、胸あるよ。判定の結果をお知らせいたします。ジャッジナロン49-48、コンペ49-48、コンペカナド49-48、コンペ。以上3-0をもちまして、コンペと終わった選手の判定勝ちでございます。江畑美月、悲願のムエタイ王座にまたも一歩届かず。タイム考えたよ、うん、胸張って。やはりあの超える壁が大きかったしか言えないですね。僕が武器としていたものもきちんと塞ぐ、防いできたコンペイト選手に本当にすごいなっていう思いしかないですね。まあ、でもこれから、まあ、これで終わるわけにはいかないので、まあ、必ず2人でこの壁を乗り越えていく、この糧にしたいと思ってます、はい。500年の歴史を守った王者フォン・ペイト、ムエタイの強大な壁はこれからも高くそびえ続ける。あの激闘から2週間、リングに戻った江畑美月、今度は弟のサポート役として。終わってからもいろんな方に追悼するのって言われるんですけど、まだ考えられない自分がいたんですけど、その自分の母からその苦しい時や辛い時にその場から逃げてしまうのは簡単だけど、逃げてしまったらそれはずっと一生追っかけてくるものなんだよっていうことを言われていて、僕がまた一からですけど、今何もない状態ですけど、この大きな夢のラジャベルト、もう一回諦めないで狙っていこうと今からだと思ってます。神の領域、江畑美月の挑戦は続く。